まあ、この77キロですのでパンチもキックも重いですから、これまたノックアウト必死かなというような雰囲気はありますが、龍選手もね、必要そうだし、お互い、185以上でしょ、お互いみんな、ね、186と184ですね、これ、K1 になったらヘビー級だよね、そうですよね、武蔵が184ぐらいしかないですから、はい、そうですね、佐竹も185ぐらいでしょ、だからこれに筋抜きつけたらヘビー級ですからね。そうですね、さて始まりました、共にオーソドックススタイル、まず吉野が出ました、黒いトランクス吉野、白いトランクスが小泉、おっと小泉もブロックしながら前蹴りが出ます、右のミドル、いやお互いこれパンチ力ありますから、当たったら倒れますよ、激しい打ち合いになっています、小泉選手蹴りいいですね、開始わずか30秒ですが、お互いにかなりの打撃を出しています、小泉の右のミドル、あ今度は膝を出した吉野、吉野です、ちょっとここはお互い距離を取っています、立ち上がりは激しく打ち合ったんですが、ここはちょっとお互い様子を見ています、そうですね、ちょっと冷静になってますよね、右のミドルを出した吉野、黒いトランクス吉野、白いトランクス小泉、小泉選手は後ろ足から詰めて、はい、ステップインしていってますね、はい、吉野選手はこうどっしりと構えて待って、はい、吉野の右が決まりました、しかし小泉出る、膝を出した吉野、右のミドル、小泉膝、結構近い間合いでお互い戦ってますよね、はい、僕吉野選手もっと離れて戦うのかなと思ったんですよ、剣道なんで、そうですね、かなり小泉が膝を出しています、おあ返した、吉野が右を返した、激しく打ち合っています、今度は吉野の左の膝、吉野選手はですね、気が強い選手ですね、はい、めちゃくちゃ、気持ちが強いんだろうな、あっという間に第1ラウンド残りは30秒を切っています、バックスピンキック、そして左のミドル、ミドル小泉、あーっと吉野の右カウンター蹴りに決まりました、ちょっとお互いにまだ焦ってますよね、もっと落ち着いて、はい、そうですね、緩張してるようにちょっとなんかこう空振りとかね、多いですよね、両選手ともに、そうですね、やっぱり力んでるんですね、はい、それだけ相手の圧力が強いんで、あ、行かないとこらえちゃうという、やっぱ本能的なものがあるんでしょうね、こちら青コーナー小泉龍です、これが吉野が右を決めた場面、そして小泉も右を返しています、やっぱ小泉選手必ず打ち返しますから、はい、蹴り技も多彩ですよね、多彩、本人は蹴り好きなんだろうけど、でも前に出てこられるので、ね、でもやっぱ倒すのはパンチなんでしょうね吉野選手はもうほとんど蹴り出さないもんね、そうですね、はい、こちら赤コーナーの吉野智樹34歳、でもあっという間ですね、はい、第2ラウンドが始まりました、さてこのラウンドは少し両者ともに落ち着いたファイトになるんでしょうか、
は吉野ローキック、また吉野が 右のストレートを伸ばしました。お、小泉出る、小泉出る、右、ここは連打、小泉の連打、そして左手膝も出した、すごい打ち合いです。ちょっと吉野選手はバッティング気をつけた方がいいですね。はい、はい、そうですね、ここまでは5選手で無敗の吉野、黒いトランクスです。無敗って負けれないんですよね。そう、そのプレッシャーがね、はい、あるんです。うん、まあ、パンちゃんもまだ負けがありませんが、やっぱりその負けれないっていうプレッシャーはすごくあると思います。はい、一回負けるのと負けないのと違うので、はい、膝を出す、膝を出す、小泉、小泉はこれが12戦目、館長どうですか。確かに第1ラウンドもそうでしたが、小泉の方が技が多彩かなという。そうですね、あの膝蹴りも使えますし、で、まあ、左の蹴りだと思ったら右の蹴りもちゃんとさっき出してるしね、でやっぱり吉野選手もちょっと警戒して、はい、様子を見て距離を取り出しましたよね。でも吉野選手の蹴りあくまでもこれ誘いで、はい、吉野選手はやっぱパンチで倒したんですよね。そうなんですかね、はい、はい、右、吉野の右、また右、これはちょっと空振りか、膝を出した小泉、こちらが小泉、ガードは高く構えています。あ、どうしました。あ、カットですね。あ、カット、あ、カットしてますか。左の目ちょっと深いな。あれ何が当たりました。バッティングじゃなくて肘なんですかね。ちょっと分かんなかったですね、なんだろう、どの瞬間に。あ、これですか、右ストレートかな。あ、この右でカットですか。はは、結構深いんですよね。はいはい、あ、今有効打によるものだという説明がありました。吉野のキレのある右でした。残りは30秒、第2ラウンド、また吉野のパンチが当たっている。ここは吉野が攻勢に出るか、接近して今度は吉野も膝を出している。また吉野の右、あ、右、吉野の右、吉野のパンチが捉えています。有効打は吉野選手が多いですね、で小泉選手の方が圧力をかけてますけど、はい、左の目尻をカットした小泉、第2ラウンド、いや、本人は大したことないというような声も集音マイクを通じて伝わってまいりましたけども、これ傷深くなったらもうストップになってしまいますからね、館長。そうなんですよね、やっぱ選手はアドレナリンが出てますから、もう本当にあの首が飛んでも試合するって言いますからね。そうですよね、まあ、そこを冷静に判断するのがレフリーでありドクターなんですよね、はい、まあ、どれだけ今の間に止血できるかというと、ね、はい、セコンドの腕にかかってますけど、はい、いや、やってますね、やってますね、やっぱだからチームワークなんですよね、はい、選手、セコンド、そして指導するトレーナーね、はい、みんな3人で戦ってますから、吉野選手は狙ってくると思います。そこをね、そうですよね、まあ、当然これ勝負の世界ですから、はいはい、KO を目指して、ファイナルラウンドが始まります。いや、でも小泉選手もいい選手だな、吉野が今度はじわっと出る、とバックスピンキックを見せた小泉ですが、吉野右、左のフック、また吉野の右のフック、じわじわっと吉野が出ます、右を出しました吉野、右、
蹴り引くときにね当たりましたから。レフェリーが分けます。今左の目尻は血が止まっているように見える小泉。しかし吉野がまたパンチを放っている。これもまたブレイクです。ブレイクです。残りは2本を切りました。ファイナルラウンド、これ判定にもつれ込むと本当に館長微妙な採点でしょうね。これね、そうですね、もし判定になれば、まあ、有効で当ててるのは吉野君かな、吉野選手かなと思いますけども、小泉選手が前に出てますからね。出てますよね、はい。まあ、あと1分半なんで、あんまりあの傷気にしないで小泉選手も打ち合った方がいいですね、はい。おー、ナイス。今度は小泉出る、はい、そうですね、小泉の膝、小泉選手もいいパンチ持ってますから、はい、打ち合った方が当たれば倒れますよ、だから、はい。吉野は細かいパンチから右の膝、今度は小泉の膝。残り1分です。もしあーっとーここでまた血が吹き出ました。小泉でも、ね、まあ、これはチェックした方がいいです。はい、はい、行きましょう。ちょっと待ってね、目に入ってない、ちょっと入るぐらい。かなり大きな傷にはなってます。あのなんかやっぱ深さなんですよね、はい、あの傷口の 広さよりも深さ、はい、どれだけ深く切れてるかという、はいはい。しかし続行です、続行です。あ、いい右が決まった吉野。あ、しかし小泉も足を出します。ミドルを出す、前蹴り、そして小泉の右。館長おっしゃるように小泉は打たれた後出ていくんですよ。そうなんですよ、だから次のパンチがね、入らないんですよね、打たれ強いですよ、小泉左右のミドルを出す。残りは30秒。残りは20秒、ファイナルラウンド。これはもしこのまま終わると非常に微妙な判定になりそうな気配です。あーっと、いいパンチが連続的に吉野当たった。また右のフック。ナイスですね。倒れないですね、すごいです。こんな判定はね、判定でもすごいいい試合ですよね。いい試合ですね。吉野も強烈な右を何発も受けました。小泉も出血しながらも最後まで前に出ていきました。いや、小泉選手はやっぱ精神力強いですね、非常に見応えのある濃密な3ラウンドの戦いでした。もしドローだった場合には延長1ラウンドというルールになっています。採点はどうなるか。それでは集計結果を確認します。ジャッジアギア29対28、赤吉野、ジャッジショウ29対29、ドン、ジャッジセンチャイ29対28、館長おっしゃったように有効だっていう部分ですか。そうですね、あとやっぱ目尻が切れてのがちょっとね、はい、印象が悪いですよね。そうですね、はい、まあ、ご本人はやりたいでしょうけどね、でもお互いやっぱ力出し合っていい試合だと思いますね。いや、とっても私個人的には感動してますが、パンちゃんどうですか。重い階級すごい迫力がありますね。であとは重い階級ってもうちょっと手が少ないのかなと思ったんですけど、ずっと打ち合って、いや面白かったです、6連勝おめでとうございます。そうですね、吉野これで6連勝ということになりました。デビューから6連勝。これはどうしたのかな、ですかね。
背負って戦ってるっていう感じですね。そうですね、背負うものがあると強くなれます、ねね、激しいファイトを展開しました。第2試合判定にもつれ込みましたが、吉野智樹が小泉龍を下したという、うん、小泉龍よく頑張った、うん、もう小泉龍の今後にも、ね、期待ですよね、館長ね、期待してます、はい、第2試合終了です。よかった。